皆さんこんこにちはブルースです今回はイスラエルについてイスラエルはどんな国か建国の歴史から中東和平まで幅広く解説していきます皆さんイスラエルと聞くとどんなイメージを思い浮かぶでしょうか一般的な日本人であれば現在の軍事衝突の問題を連想するかと思いますそれはイコールパレスチナ問題紛争など必ずしも明るいイメージを持っていない方が多いかもしれません ところが、海外ですと、イスラエルに対する印象というのは大きく異なっています。代表的なのはアメリカですね。例えば、バイオテクノロジー、医薬品、IT 関連などのハイテク分野を中心に、イスラエルというのはワクワクさせられる注目ブランドとして目を離せないというイメージが持たれています。例えば、グーグルやインテルなど世界最先端を行く企業がこぞってイスラエルに進出して、優秀な人材のリクルートや投資を活発に行っています。日本で言うと、 サムライインキュベートですかね。えーとまあ、そういった会社が、まあ、イスラエルに進出してテルアビブに支局を設けて、えー、そこからのリクルートですとか、まあ、日本からテレア、日本からイスラエルに人材を持ってこようとする動きとか、まあ、そういった一部であのイスラエルに対しての、えー、取り組みを持たれている会社も多いかと思います、まあ。そんなイスラエルではあるんですけども、ハイテク企業、ハイテク分野以外にもですね、 まあワインとかの評価も非常に高くて美味しいということで、えー、有名だそうです。一応まあ冷戦後、ベースの冷戦後の経済成長率についてですが、イスラエルは17.4%に対して日本は2.5%と大きく量が、えー、されておりますね。で、直近2022年のイスラエルの GDP 成長率は6.5%。韓国が4.7%ぐらいですね。ちなみに日本は2022年1.7%。 やはりコロナ、まあ続いている状況とはいえですね、やっぱ日本のこの低成長の状況というのはずっと長く続いている、まあ非常に問題かなという意識自体ではあるんですが、まあ、そんな中、イスラエルというのは、あの、比較的好調な経済す成長を遂げています。イスラエルは地中海沿岸に位置していまして、ヨーロッパ、アフリカ、アジアの文化、の融合地点として栄えていました。近年では中東のシリコンバレーと呼ばれていたり、 一年中新鮮な野菜やフルーツを楽しめたりと、世界屈指のホテルリゾートがあったり、意外な面がたくさんあります。まあ先ほど今簡単にご説明はしましたけども、改めてイスラエルの建国の歴史ですとか、今抱えている問題を含めていろいろと紐解いていきたいと考えています。まず、イスラエルについてなんですが、どういう国家ビジョン、そして住民国民一人一人がいてどういう考えを持って動いているのか。これはもうただ一つなんですね。えー、何かというと、生存。 です彼らは生存するためにイスラエルと国家を維持して動かしているわけです、まあ、ちょっとご説明しますとですねイスラエルの国土の大部分が乾燥地帯であまり資源がない国ではあると言われていますですが食料自給率なんと90%以上達成しているという世界有数の農業国としても知られていますで自給するだけじゃなくてヨーロッパを中心に多くの農産物を世界中に輸出していると いうことで、まあ、この食料自給率に関しても自分たちの力で生きていくために自給自足を始めたということで農業を充実するための土地開発も始めていてそれらは全て迫害の歴史があったからこそ彼らはみんなで生き,生きていくために自立していかなきゃいけない,い,けないということで農業の技術とか ハイテク技術というところをしっかりと見据えて国民として生きるために何が必要かというところを考えて見据えた上での生存戦略をとっているというところが大目的としてあります。まあ、そんな国民性ではありつつも移民国家でもございます。1948年の建国以来ですね、人口は60万人から今約1000万人ぐらいですかね、えー、近い規模まで拡大しています。その間はまあ移民の受け入れを 行っていったことによって、規模は増えていったんですが、その判断根拠、移民の受け入れの法律としては、基幹法というものが、えー、制定されています。この基幹法は何かと申しますと、えー、建国から約2年後の1950年7月5日に可決された法律でして、ユダヤ人、一人以上のユダヤ人の祖父母を持つ人、及びその配偶者がイスラエルに移住していて、イスラエルの市民権を取得することが、イスラエルに住民権を持つ、 権利が認められるととといいう法法律となっててますのの第一条にも全てのユダヤ人は移民しで、この機関法というのは、イスラエル国家が樹立された際に、イスラエルをユダヤ人国家として設立することを求めるシオニズム運動というものの、その信念を実行したものとされています。そして、1970年には、ユダヤ法の正当な解釈のもとで、ユダヤ人とみなされるかどうかに関係なく、少し窓口を広げたんですね。少なくとも一人のユダヤ人の祖父を持ち、 ユダヤ人と結婚している人々にも、えー、入国と定住の権利が拡大されています。この改正の背景にあるのは、イスラエルとしての存続をかけて人口を増やして、優秀な人も集めていくという意図があると考えられています。そんなイスラエルですが、その教育にも非常に特徴がございまして、軸としては算数、科学、外国語に重きを置いていて、問題を解決するためのソリューション教育、自主自立の精神、そしてグローバルに考えろ、この3つだと言われています。特に最初の問題を解決するソリューション教育というのはですね、 これはまあアメリカとかにもよく言われてることなんですが、イスラエル人ってすごく議論が好きな、えー、国民らしくてですね、議論をして、えー、なぜだ、それはなぜなんだというふうに問い詰めて、問い詰めて、お互いこう問い詰め合って、本質的な答えにたどり着くまでに、非常に長い議論を積み重ねていくということらしいです。いい国民性教育なのかなというふうには個人的には思ってます。ただ、教育的な水準も高くて、国家ビジョンも明確なイスラエルではあるんですが、 機関法の拡大によってですね、今まで住んでいた人たちと、これから新しくその70年以降、1970年以降に移住んできた人たち、新移民と旧移民と言われるんですが、その間で政治的な圧力が生じているということも見逃せません。これは旧移民の、えー、欧州系と、新移民と言われるアフリカや中東などから来た、えー、人たちですね。この方々の中にある経済格差,格差というのが大きく広がっているというのが実情らしいです。 人種だけでも70以上あるとも言われてましてまさにイスラエルというのは人種のルツボだと言えるでしょう実は政府の幹部以上は旧移民の欧州に寄ってていいいるととうことも指摘されていますですので新移民の,その経済的な低所得者層に対する感覚のずれみたいなところはあるかもしれませんしそして経済政策も打っていくために新移民に対する考え方っていうのもちゃんと理解していかなければいけない そんな政府の対応に対して、まあ、市民がどう受け取るのかっていうところでも含めて、まあ、なかなかここは解決するのは難しいのかもしれません。で、ちょっとここで器物というものについて説明させてください。イスラエル独特なコミュニティのことを言うんですが、ちょっと詳しく説明すると器物とは、あの、平等と共同体の原則に基づく独自の社会的・経済的枠組み。ちょっと難しいんですが、 なんかコミューン、コミュニティみたいなものですね。行政区分の一つでもないですし、ただこう人々が集まってみんなで生産して暮らしていくという集合状態のことを言います。この器物ができた背景にあるのです、あるのはですね、かつてローマ帝国の属州民となっていたユダヤ人たちが1世紀から2世紀にかけて繰り返し解放戦争を行ってユダヤ人を認めろということで戦ったわけなんですが、結局、 敗北したわけですね。その敗北したユダヤ側はですね、パレスチナの地、今のイスラエルのところに、パレスチナの地から追われて、世界中に離散しました。これ、ディアスポラと言われる、よくパレスチナ以外に地に移り住んだユダヤ人の人たち、およびそのコミュニティに使用される言葉を指すんですが、世界中に離散したディアスポラが発生しました。そして、何百年もの間、難民状態となったユダヤ人は各国に逃亡して、 行くんですが、そこでも被害にあってしまいます。1909年、ロシアで迫害を受けていたユダヤ人の人たちが、パレスチナの地下あの、ガラリア湖という湖があって、そこで自分たちの共同体を作ったんですね、ユダヤ人たちが。それが今の器物の原点となっています。この器物の影響力がですね、今のイスラエルの建国にも大きく影響しておりまして、最盛期には270もの器物が存在したと言われています。現在では社会的制度の発展の、あの、役割としては、まあ、低下していて、 国内としての影響力は少し落ちてはいると言われています。その政治力ですとか。えー、ただ今なおも存続しているということもあります。そして、まあ、イスラエルといえば、まあ、軍需産業、あやはりの国防とか、自分たちの身を守るためにですね、軍需産業、えー、および軍、 に関しても非常に投資をしているということが指摘されています。ちょっと後ほど口述はするんですが、第三次中東戦争、1967年にイスラエルがエジプトなどに侵攻した戦争があるんですが、そこを起点に彼らはですね、軍需、武器とか、それらをすべて国内生産に踏み切っています。 そっから生まれた技術をもとに現在ま広く使われている AI とかセンサーとかコンピューターに多くその技術が転用されているというふうに言われています。まあ、国民に対しても18歳から男女ともに兵役義務がございます。イスラエルの独特な養成エリート養成プログラムというのがございましてタルピオットというものがあります。毎年義務教育を終了する 5, 5歳から18歳までの人たちを 予備審査しまして、その中から学生約1万人を選抜します。そしてその1万人からさらに、学、先ほどのサイエンス、数学、またリーダーシップ、イノベーティブな思考など、まあ、人格的な部分も含めて、思考に引いてた学生約50人から60人、また1万人から選抜すると。その選抜された人たちが、イスラエルの国からですね、助成金みたいなのが与えられて、サイエンスの基礎となる、 数学、物理、情報科学の3つの領域をちゃんと学んで、3年間で2つ,2つ以上の学位を取得する。そして、軍事技術開発プロジェクトを経験し、プロジェクトマネジメントやリーダーシップスケールを養うといったエリート養成プログラムがございます。まあ日本でいう防衛大学校みたいなものかもしれませんが、こういったタルピオトという非常にもう本当エリート中のエリートだけ選ばれて、もう国家の中枢の技術とか考え方を学ばされるというプログラムが存在しています。 このタルピオット卒業した人たちは6年間の平均義務がまた義務付けられていますが、まあこれ卒業した後はその後のキャリアは自由と、軍に残る人もいればアカデミックに住む人、企業をする人など、まあ先ほどのそのタルピオットに選ばれなかった人と同じような選択権が与えられているんですが、この卒業生たちが起こしたサービス、まあ企業家であれば、 ライドシェアサービスとか、マイクロソフトが買収して注目されたクラウドセキュリティの会社とかもあるんですが、そ多数のテックベンチャーを創業した人たちの出身がタルピオットだという言われているくらいに非常にもう頭のいいあの超優秀な人たちがたくさんいる養成プログラムとなっています。やはりこういったタルピオットが作られた背景にあるのは、やはり先ほどの天然資源を持たなくて周囲から対立されて、対立国に囲まれているイスラエルの国にとってはですね、やっぱ人材への投資が欠かせないと。 ということで、当時のイスラエルの首相だった人が、タルピヨットへの投資学と、フォロー機関、つまり入学者で卒業して、そこからもずっとこうフォローしてあげて、何かあれば、そのコミュニティとかお金を投資してあげるとか、ということで、しっかり卒業生をフォローして、最大限その人たちの力を発揮してもらえるような環境づくりというのを行っているということで、徹底した結構エリート教育が施されております。以上がざっとしたイスラエルの現状及びになるんですが、 ちょっとここで歴史をもう少し掘り下げてみたいと思ってます。建国の歴史です。中東というのはどこの地域を指しているのか、あまりイメージは湧かないかもしれないんですが、一旦この中東と呼ばれる地域をご説明すると、東はアフガニスタン、イラン。西はアフリカの大陸ですね。リビアとかエジプト、チュニジアというところまで。北はトルコ。で、南はスーダンと。 というところまでの範囲を指しています。この地域はあの中央アジア、ヨーロッパなどいろんなところとあの隣接しているので、まあ、様々な、ああ、まあ、宗教ですとか入り混じっていて、で、この中東にあるパレスチナと言われる地域が、ここが長年オスマン帝国と言われる、現在のトルコですね。イスラム教の大帝国だったオスマン帝国というところが支配していました。これ結構もう長くて第一次大戦まで、 え、ずっと支配をしていたんですが、この時オスマン帝国が第一次大戦で敗れました。敗れたことによってパレスチナがどうなったかと、この支配権が何、どうなったかというとイギリスに移ります。で、この土地には当時ユダヤ人が少数派でアラブ人が多数派として暮らしていた場所でした。この時ですね、イギリスがあのユダヤ人のためにナショナルホーム、 民族的共同というのをね、あの、パレスチナに作るように促したと。もう少し具体的に説明すると、これ1917年、えー、バルフォア宣言という、当時のイギリスの外相、バルフォアさんという人がですね、行った宣言になるんですが、これ何かっていうと、第一大戦が始まった1914年の時に、オスマン帝国を倒すためにですね、イギリスは各勢力に外交を仕掛けて、あの、うまく自分たちと協力してオスマンを倒そうというふうに持ち掛けたわけです。 そのうちの一つがアラブ人の国家樹立を約束したフセイン・マクマホン協定というのがございます。で、二つ目がサイクス・ピコ協定というフランス・ロシアと連携してオスマン帝国分割合意した協定がございます。そしてその三つ目がバルフォア宣言というものがあって、これがアラブ人でなくユダヤ人に対して国家建設を約束するというものとなっています。 バルフォア外相はですね、イギリスに住むユダヤ人の団体に対して支援をしてくれと。その代わり国家自立を認めてあげるということで、これをしかもナショナルホームをどこに作るかというとパレスチナに作るというふうにしてしまったわけです。まあそれを約束したことによって、ユダヤ人たちは第一大戦、大戦終わった直後に、パレスチナの地に自分たちが建国できるというふうに約束されたということで、えー、移住するわけですね。バルフォア宣言が行われたことによって、とりあえずイギリスは、あの、パレスチナ統治を開始していきます。 で、イギリスに統治領、え、オスマンからパレス、あの、イギリスに移ったんですが、この時パレスチナというのは1922年設立された国際連盟国家として承認されています。という流れになってますで。またここからややこしくなる、その、どっちの国になるんだっていう話に続いていくんですが、歴史的経緯からパレスチナっていう土地は一体誰のものだったのかっていうことになるんですが、住んでいたのはパレスチナ人でしたが、 元々の旧約聖書に書かれていたもので言うと、神がですね、エルサレムの地をユダヤ人に与えたと。そして紀元前1000年頃、ユダヤのダビデ王が王国をエルサレムに築いたというふうに記されているそうです。これユダヤ教の話なんですが、そうじゃない他の別の宗教においてもですね、イエス・キリストがローマによって従事がかけられた、処刑された土地もエルサレム。さらにイスラムの預言者ムハンマドが621年に エルサレムから天に昇り、神から言葉を授かったと言われているくらい、このエルサレムがなぜかですね、イスラム教、キリスト教にとってもですね、メッカとして聖地と言われていまして、聖地とまで言われているくらいのエルサレムなので、先ほどのイギリスの三枚舌外国が展開されてしまって、それぞれのアラブ人、ユダヤ人、どちらも建国を 約束されれてるわけですからやっぱり譲れませんよねただ、1920年から40年代にかけてですね、パレスチナ地域に流入するユダ人は増え続けていきます。大勢が欧州での迫害、とりわけあのナ,チナチスドイツですね、によるホロコーストを逃れてパレスチナに入ったという経緯もございます。そして、1947年、国際連合。 になりますが、第二次大戦終わりですね。この総会で、結局パレスチナを分割して、アラブ人とユダヤ人のそれぞれの国を作りましょうよっていうふうにしたわけです。じゃあエルサレムはどうするのか。このエルサレムというのも国際都市化にすると。いや、ユダヤ人のものではなく、 全く別の国際都市として存在させるという決議案を可決させました。これでユダヤ人団体の指導者たちはこの国際総会決議を受け入れたんですが、アラブ側はこれを拒否しています。ですのでこの決議案は実施,実施されずに終わっています。その問題が解決できないままイギリスは1948年、翌年ですね、にパレスチナから撤退しました。 そうしたらどうなったか。入職していたユダヤ人たちの指導者が直ちにイスラエル建国を宣言してしまいます。この新国家を宣言したというのがこのイスラエル建国の年に当たる1948年になるわけですね。こうした中、すでにユダヤとアラブの軍事組織の戦闘は激化しています。そしてイスラエルが建国を宣言した翌日です。アラブ 連盟に加盟するシリア、レバノン、ヨルダン、イラク、エジプト、イスラム教圏の国々5カ国がイスラエルを一斉に攻撃をします。そうしたら何が起こるか。でもイスラエルがさらに報復を仕掛けることになります。パレスチナに住むアラブ人たちですね。何十万人のパレスチナ人がこの戦争によってですね、自宅を追われる、もしくは逃げるかをしました。パレスチナに住んでいる人たちはこれをあるなくば大災厄と。 読んでいまして。ですが、仲介者が現れたことによってですね、1949年、ローザンの議定書というものでですね、イスラエルとアラブ勢力、ヨルダンなんですが、ヨルダン王国というところなんですが、そのヨルダンとの占領地に沿って急戦ラインが確定されまして、このヨルダンが占領したところの地域を東エルサレム、イスラエル側は西エルサレムを首都として宣言して、政府機関の移転を開始しています。 エルサレムが東西に分裂するわけですね。キリスト教及びユダヤ教だったら西、アルブだったら東に行くということで、その対立的な構造を深めていくことで、相互不信をさらに深めていた結果となっていきます。そんな議定書を挟んで、うまく分割されたかのように見えたんですが、結局エルサレムが再び統一されてしまう天気となったのが、1967年の第三次中東戦争です。 この戦争によってですね、またイ,ス,イスラエル軍はヨルダン川西,西岸の全域を制圧します。もともとヨルダンが持ってた占領してた土地ですね。ここを一気に制圧しまして、これに伴って東エルサレムが西エルサレムに事実上併合されています。これに対する非難がイスラム諸国、 先のシリアとかイランだけではなくて、実はアメリカを含む西側諸国からも出ていました。そんな中、イスラエルはエルサレムの実効支配を強化していきます。で、それによってイスラエルサレム人口に占めるユダヤ人の比率が高まっていきまして、1980年にはイスラエル政府がエルサレム基本法を制定します。それによって統一エルサレムを首都と,として宣言します。大統領府が議会をはじめとする国家機関を設置して、 各国に対して大使館をテルアビブから移転することを求め始めた。統一エルサレムの実効支配を国際的に認めさせようとするイスラエルがあるんですが、それに対して国連安全保障理事会はエルサレム基本法を無効としてこのイスラエルの主権を認めないということを確認する決議を採択します。で、それ以降毎年のように国連総会でこれを確認する決議が採択されて、イスラエルはさらに孤立を深めていきます。エルサレムの東側、 旧市街には多くのパレスチナ人が住んでいてエルサレムは誰のものかということをですねこれはまあ世界中の人々に大きく関わる大問題に発展していくことになりますそしてこのイスラエルとパレスチナの対立はですね米ソ連戦の終結後に一旦緩和することになりますそれはなぜかというとですね米国の介入仲介によって1992年のオスロ合意というものがございましてこれによってイスラエルはパレスナ側の定戦を条件に パレスチナ自治政府の発足を認め、その将来的な国家としての独立について協議することを約束したんですね。これがオスロ合意というものになります。つまりずっとこう戦争状態にあったパレスチナ側とですね、一旦その停戦させる。 訂正さえしてくれれば、パレスチナのアラブの人たちの自治政府もちゃんと認めてあげるよっていうのをイスラエル側が譲歩した形になります。その後、双方が断続的に和平交渉を進めていくことになります。ただし、ここではですね、合意しやすいところから合意していくことが優先されていくためですね、合意のしにくい問題は先延ばしにされていました。 その中には第一中東戦争以来のパレシナ難民の帰還問題、エルサレムの帰属も含まれています。で、オスロ合意にも続いて、ヨルダン川西岸に発足したパレシナ自治政府は、東エルサレムに首都ではなく、その北方約10キロにある、えー、ラマラ、 というところに、パレスチナ自治政府の本部が置かれることになります。なので、依然としてエルサレムはイスラエルのもののままという自己支配が続いています。その両者の関係が2001年同時多発テロですね。あれの対テロ対応、あの対テロ戦争を機にまた再び緊迫のドを強めました。これやっぱりイスラエル側が、パレスチナ、そのイスラム教の、彼らがやっぱイスラムの勢力で、まあ、テロ組織であると、アルカイダですね。 まあ彼らを警戒して、お前らも何か絡んでんじゃないのかということで、この国、アラブ諸国、パレスチナの人たちを少し疑念の目で見てたわけですね。そんな中で2002年、イスラエルというのはパレスチナに武器を運んでいた船舶を公海上で打破します。 このパレスチナ自治政府がテロへの関与をしたんじゃないかっていうことを口実にイスラエル軍がラマラを占拠する時代となってしまいます。これと並行してイスラエルはテロ対策としてヨルダン川西岸のユダヤ人入植地とパレスチナ人居住区となる分離壁の建設を開始します。これも8メートルぐらいあると言われている高い壁なんですが、これをあのテロ対策としてパレスチナ人居住区と ユダヤ人の入植している間に、まあ、ベルリンの壁みたいな感じで作っちゃうわけですね。これによってテロ対策を効率に実行支配を規制技術化しているという批判が上がってしまいます。そんなエルサレムの帰属に対して関してですね、これまで2つの解決案が提示されてきていました。第一には、サウジアラビア政府が2002年に提示したイスラエル軍の即時撤退、東エルサレムを首都とするパレスチナ国家の樹立、難民の帰還の3つを引き換えに、アラブ諸国がイスラエルの閣 関係を正常化する和平構想東エルサレムを将来的なパレスチナ国家の首都とする案は、パレスチナ側からは受け入れられています。そして第2には EU が提案する統一エルサレムをイス,イスラエルとパレスチナが共用する案です。これは1980年代にアメリカでも見られたもので、 イスラエルととパレシナ双方から納得をエドするという提案ですねこれに対して対テロ戦争を機にそれまで以上に実行支を強化してきたイスラエルがですねユダヤ教保守派の政治的影響力の拡大も手伝って統一エルサレムを主導する方針を堅持しますしかしその結果パレスチナやイスラム諸国からの反発をさらに強める悪循環に陥りましたつまりこの統一エルサレムは自分たちのものであると、えー、我々イスラエルのものなんだということを強く示したわけです これはパレスチナの人たちからすればふざけなということになるわけですが、まあ、そんな中、えー、トランプ前大統領ですね、彼が統一エルサレもなんとイスラエルの人として認定してしまいますね。これはイスラエルにとっては朗報なんですが、その時その、その、それ以外の国にとってはオ垣ですから彼衝撃になります。今までの中東和平の交渉を一体何だったんだと。 いう風になってしまうわけです。これがいいか悪いかっていうところが、まあ今のまだ中東和平の、あの、中東戦争の問題、あの、軍事衝突につながっていると言ってもおかしくないかもしれません。ここで中東戦争の一覧をちょっとお話ししてみたいと思います。えー、全部で4つあって、そして今行われている軍事衝突が、まあ第5次だという風に仮定すれば、5、え、回、ー、あります。 まずその中東戦争、建国する前の1年前ですね、1947年に起こった第一次中東戦争というものがあります。第二次大戦が終わってから、ユダヤ人たちがナチスの迫害を受けて、徐々にパレスチナの地にどんどん入植していくわけですが、そんな中で戦争終わった後ですね、2年後に、国連、国際連合がパレスチナ分割案を決議して解決を図った事例があります。それを受け入れたユダヤ人がいるんですが、それにアラブが、 先ほどのアラブですね、アラブ諸国が反発をして、それによって1948年5月14日にパレスチナ戦争、第一一中途戦争が勃発してしまいます。この戦争は全面的なイスラエル勝利となっておりまして、エジプトなどの,そのアラブ諸国、アラブ連合軍が敗北して、イスラエルが事実上、 パパレレレシナナをしして国家を建設まますアア系住民はパレシ難民は難とななって近隣のヨルダン、ン、バノリ,アリなどに逃げましたこの時、土地を失った人たち、先の、まあ、あの、アラナクバーですね、大災厄として、まあ、イスラエルが国家樹立を宣言してしまったと同時に自分たちが土地を失ってしまったということで、アラブ難民たちが大災厄を被ったということの流れになってます。この時、破れたアラブ諸国はですね、結束力の弱いことが露呈してしまいます。 そのことはアラブ側にも深刻に受け止められまして、これがまあエジプトやイラクなどにいろんなところにも波及していきまして、まあ、政治体制が大きく変わったりですとか、で、大きな転機となったと言われています。まあ、そうしてパレスチナ問題というのはパレスチナに留まらず、イスラエル対アラブ諸国の中東全域を舞台とする戦争に発展していくことになります。というのが第1回。そして第2次中東戦争、えー、1956年10月29日。 エジプトの大統領、ナセル大統領がスエズ運河というところを国有化を宣言したところに、イギリスとフランスが当時反発していまして、これにイスラエルが乗っかって、共にエジプトを攻撃して始まった戦争です。英仏軍の支援を受けたイスラエル軍は、シナイ半島というところを占領していましたが、この国際世論で言うと、アメリカ、ソ連はいずれも実はイギリス、フランスを非難しています。 もともとこのスエズ運河というのはエジプトの領土ではあったんですが採掘権をフランスに渡してフランスを含めてヨーロッパ諸国が利用するような土地となっていましたしかしエジプトの中でも国運が高まってエジプトのものであるということを改めて宣言するために国有化を宣言して結局これは国際世論の流れに沿ってエジプトのものとなりましたこのエジプトのなせる 大統領は戦争では敗れたんですが実質的な勝利を得てアラブ政界の英雄として認められます。以後のアラブ勢力はナセルを中心に展開されていくことになります。ナセル大統領、エジプト大統領は1958年シリアとアラブ連合諸国でアラブ世界の統合を目指していきます。その試みは1960年のシリアが脱退したため失敗をしてしまいました。というところが第二次中東戦争ですね。 これは実質的にはアラブ諸国、エジプトの勝利というふうになるでしょう。そして第3次中東戦争、パレスチナ難民の中からイスラエルを敵視して、アラブ人による国土の奪還を目指すパレスチナ解放機構、PLO というものがエジプトとシリアの支援によって、1964年5月に形成されます。それをイスラエルは強く警戒し、国際世論がアラブ寄りになっていく、 アメリカだけじゃなくて、イギリスやフランスも直接的にイスラエルを支援できなくなってしまいます。そうなった時に、イスラエルは自らの空軍などの軍事力を強化に、軍事技術をちゃんと蓄えていくという方向に舵を切っていきます。そして1967年6月5日、第3日中東戦争をイスラエルが仕掛け、えー、6日戦争といわれる短期間の戦争だったんですが、アシナイ半島、ヨルダン川西岸、ガザ地区などを占領して一方的な勝利を収めました。 これによってエジプトナセル大統領の権威が失意し、ナセルさんはまた間もなく死去,死去してしまいます。そして第四次中東戦争、ナセルに代わったエジプト大統領、サダト大統領が1973年10月6日、イスラエルに対する奇襲攻撃を成功させて世界を驚かせました。この第四次中東戦争では、初戦において初めて敗北したイスラエルはまもなく反撃をしまして、今度はアラブ諸国がアラブの大義を掲げて結束、石油戦略を展開、えー、有利な休戦に持ち込んで、 シタイ半島のエジプトへの返還見通しをもったったと。ですが、まあ、ガザ地区やヨルダン川西岸にはイスラエルの入植が進んでおりまして、そこからの撤退は認められませんでした。というのが第一中東戦争ですで、そこからまた30年、40年以上経った現在、イスラエル対ハマス中東戦争が発生しました。あのー、空爆というか大型爆弾を使って、イスラエル軍がかなり攻撃を仕掛けていて、 住民も含めて非常に大きな方々を死傷させているということが分かっています。というところがまあ戦争の一連の流れですね。で、ちょっとここからガザ地区について説明したいと思います。えー、ガザ地区とはって何なのか、えー。まずガザというのはどこにあるかというと、イスラエルとエジプト、地中海に挟まれた全長41キロ、幅10キロの領土ですね。 約230万人が暮らしていて、非常に人口密度が高い地域の一つと言われています。ここに関して、歴史的に言うと、オスマン帝国がパレスナも含めて、イギリスの移民統治になって、その次1948年には、エジプトの管理下に移ります。その時に、多数のパレスナ難民がガザに流入して、人口5倍に膨れ上がりました。多くはアラブ諸国の難民ですね。 なんですが、結局1960年第3次中東戦争、6日間戦争ですね、をしたイスラエル側がですね、この戦争に乗じてガザ地区を占領してしまいます。以降ですね、インフラや産業が破壊されたまま整備されず、えー、ガザ地区というのは非常に貧しい地域となってしまいます。これでガザはインティファーダ、イスラエルのへの抗議活動というのがですね、このガザを中心にイスラエルの反感運動、 ということで、起こっていくことになります。結局、1967年の第三次中東戦争を経て、イスラエルはガザを2005年まで占領しています。その間、ガザにイスラエル人の入植地を作り続けていました。イスラエルは結局2005年にはガザから軍と入植者を撤退させているんですね。ですが、上空と境界線、並びに海岸線を支配下に置いていて、まあ、ほぼ依然として、まああの、ガザはイスラエルの占領下にあると、 国連は位置続けています。えー、今はですね、イスラエルの武装組織ハマスが実行支配しています。ちょっとハマスの説明もしますね。ハマスというのは、まあ、イスラエルの破滅を目的とした団体でございまして、イギリスをはじめとした多くの主要国からテロ組織としてに指名されています。ハマスは2006年1月、パレスチナ立法議会の、えー、評議会の県選挙で、実は議席として、まあ、選挙も行って、関数獲得して勝利してるんですね。まあ、ですので、あの、 このガザ地区を含めた、えー、統治権としては、まあ、ハマスがちゃんと民主的に選ばれていて、まあ、イスラエルをやっつけたいという民主の思いから、今はハ,スハマスが、えー、支配しているという状況となっています。まあ、しかし今回は、まあ、起こってしまったイベント会場にハマスが突然、えー、殴り込んでミサイル撃ったりとかしてしまったっていうのは、まあ、非常にこれはまあ、人道的な問題だというふうにも言われていますので、まあ、これ非常に問題かなというふうに思っていますが、今までの紛争に至る経緯、 を考えるとやはり東エルサレムの問題が、まあ、結局、まあ、このまま実効支配が続いてしまって、えー、パレスチナ人たちが思うようにエルサレムに行けないとか、まあ、自分たちの住む場所が失われて波に化してるっていうところを考えると、まあ、ハマスが、まあ、この理由攻撃したっていうのは いきなりやったっていうことよりは、今までの歴史的な積み重ねが、ここに来ていきなり出てしまったっていう可能性もあります。まあ、ただ、このハマス側もちょっとやはり、自分たちの支持が、今どんどん薄れているっていう状況もあるっていうふうに言われてたので、まあ、その支持を獲、獲得するために、あえて今回このパフォーマンスっていう言い方はちょっと問題かもしれませんが、イスラエルに対しての抵抗を見せるっていう意思表示ですね、を何か見せるためにこういったことをしたんじゃないかというふうにも言われています。というのがガザの状況ですね。 ですので、まあ、戦争を経て、まあ、ガザ地区という地域が今、あの、ハマス実効支配されているんですが、まあ、イスラエルによって、今のところ、海岸線ですとか、まあ、主要なところは全部抑えられていて、ほぼほぼガザ地区もかなり貧困化が進んでいるというような状況となっています。で、ちょっと全体ひっくるめて、中東和平、えー、どうなっていくのかというところをちょっとまた整理してみたいと思います。中東和平とは簡単に言うと、中東地域におけるイスラエルという国家をアラブ諸国が承認して、 平和な関係を構築できるかっていう問題に帰結します。やっぱり、あの、アラブ諸国、もちろん、あの、歴史的な経緯で、あの、イギリスがサマイゼ外交をしたりとかあ、とかありましたけども、結局、その、いろんな宗教が入り混じった、えー、パレスチナという地域、特にエルサレムというところが非常に重要なところになってますので、やはりそれぞれの宗派を認めなければ、あの、エルサレムというのは成立しないと思われます。ですので、結局、まあ、いろんな経緯が ありましたけども、あの自分たちの生きる国を作りたいというイスラエル、そして平和的な関係を構築してお互いがいがみ合わずに共存できるという国家体制が必要だというところに、各国がいろいろ考えてやっているわけですね。ですので、アラブ諸国がいかにイスラエルを承認するか、これが中東における製存の鍵、イスラエルの製存の鍵となっています。 まあこのような状況を打開する力があるのはやっぱアメリカなんですね、あのまあ、トランプさんはあえて認めてしまったわけで、えー、じゃ次、バイデンどうするんだっていうことになるんですが、バイデンもまあこれをちょっと取り下げるよっていうことにはならない、一回、もこのイスイエルに対して、えー、承認してくれたっていう判断を、またやっぱり俺らになってやめるっていうことに、やっぱりちょっと言えない状況になってしまいますので、なっておりますので。 まあちょっとなかなかこの選択が良かったのかどうかっていうのはなかなか非常に疑問なんですが、このスタンスを貫いた中で、じゃあアメリカは今後、イスラエルを承認してもらうために、諸外国に対してどういうアプローチをするのか。まあオバマ政権下はバイデン副大統領だったっていう時代にはですね、まあ中東和平担当したっていうところもあって、非常に詳しいはずなんですが、特にこの時は成果は残していませんでした。まあ、ですので、アラブ諸国、イスラエル双方からも信頼には疑問が残っているっていうのが、えー、今のバイデン政権に対する状況かなと思います。 ちょっと個人的な感想というか、まあ、本当に、ま、どうしていくべきなのか、武力なしにちゃんと対話だけで、え、やっていくことっていうのはやっぱ必要じゃないかというふうに考えています。これからも注目していかなければいけない問題ですので、ぜひ、あの、注目していきましょう。以上、プルースでした。